タコメーターの宮地君とは何年前からのあれですかね。ちょっと一歩させてください。2、3年前ってことないですね。5年ぐらいかな。最初僕の記憶も曖昧なんですけど、頭悪いもんで、多分なんですけど、多分っていうか最初見たのはタコメーターズは G&K ですね。こういう MC をよくやってるんですけど、大体が J&K なんかよく J&K なんですよね。はい、まあ、いや J&K やってないですけど、まあそんなことは一個して、そうですね、何年ぐらい前ですか、ね、分かんないよね、5年ぐらいですか。鳥頭だよかっこええなぁと思って、いろいろ尊敬する部分がありまして、まあまったり。で、今日札幌からオマン・ケイシさん、3番目になります。よろしくお願いします。僕初対面なんですけど、よろしくお願いします。で、札幌でライブハウスのオーナーやってるみたいなんで、もし札幌行く用事ある人いたら声かけて遊びに行ったり歌いに行ったりしてください。で、なんか噂で、すいません、僕初めてなんですけど、みんながいいいいっていう噂をちらほら聞いてるんで、で、そう、僕の企画基本3組で、今日4組でやるんですけど、あれですね、まあ、ぶっちゃけバランス言うと、いつも喋りすぎてタイムオーバーなんですけどね申し訳ないですよね、なんか演奏ばっかりでやるのは。やっぱスピーチもスピーチ時計を見つつやるんですけど、なんていうんですかね、まあ宮地くんだけの話すると、本当あの悪い意味じゃなくて覚えてないんですよねだけどなんか企画誘ってもらう方が多いったり、誘ったりして出てくれたり、なんかいろいろその前から、まあ、バンドメンバーでの俺よりもバンドメンバーがもっと最初からの付き合いで、ここにいる、あ、僕ですか、入った、それあれ喋りたいな歌えよ、歌えよなんかさ、普通に飲んでるとさ、僕ピッチがない、ピッチが止まらねえよ俺喋る時ってここしかないんですよね、なんか気持ちいいな、俺気持ちよく、今日気持ちよくやりたいと思いまして、おい、リズムを感じるよ、そのスピーチに。まあ、まったりするんで、そうなんですよ、まあ、まったりします、まったりして、今日素晴らしい3組出るんでね、あんでやるんですけど、そうそう、今日はメインは宮地くんということで、やっと上半期最後第6話宮地くんにやってもらって、本当僕にはできないこといっぱいやってるんですよね。知ってる人は知ってるかもしれないけど、知らない人はあのどういうことやってるかわからないと思うんですけど、まあとりあえずそのマイバンドタコメーターズっていうのがもう企画が、ね、200回超えてるんだ、230回ね、すごいですよ、230、今何回、232回やってるんですよ、タコメーターズ客。それは多分ギネス登録するとそれはないと思うけどねなると思うんですけど、あの僕人付き合い下手なんで、それを思っただけで俺ゲロ吐く、あの実際ですね、あの、ま、こういう個別ネタやめようと思ったんですけど、調子持ってきました個別ネタやめようと思ったんですけど、あの俺緊張しいでゲロ吐きそうになるんですよね、胃が痛くなったりで、この企画が一番緊張して、
でどうにかしなきゃと思うんですけど、まあそれで一番前に座ってるジョリさんが いいブログをいろいろ書いてるんですよ。そんで最近の猫屋は平日はすごい、この間も火曜、おとといか、大入りだったらしいんで、大入りだったらしくてですね、僕来なかったんですけど、平日の方が入るちょっと状況になりつつある。僕これ始めた頃は遠慮がちに、で、あ、どの辺がいい、もう目標が、あ、じゃあもうステビーで目標って企画したんですけど、とんでもなくなんかそういう平日が入ってるらしくですね、この間の会話入ったよとか聞く、ジョルさんのちょっと読んじゃってですね、その読んだ瞬間ゲロ吐きそうなんで、やばいぞ、おとといじゃんと、その記録をストップさせちゃうなと、すいませんね猫屋さん、そういう感じですけど、まあこれだけ入ればいいかみたいな感じがするんですけど、すいませんね。喋りすぎるといつものようにタイムオーバーになるんでですね、大好きなタコメーターズの一曲をやります。